スラッピー城はサンドウィッチの一種である。日本語のカタカナ表記としてはスロッピー城もある。牛ひき肉、玉ねぎ、トマトソース、ウスターソースなどから作った料理。またはそれを具材としてハンバーガー用バンズで挟む料理。20世紀初頭にアメリカ合衆国で発祥した料理。アメリカでは子供に好きな食べ物を通った場合にスラッピー城はトップに上がるほど人気がある。 2010年代には日本でも学校給食として教されるようになっている。2014年の刈谷市教育委員会では、スラッピー、ジョーの説明として、パンにミートソースのような具を挟んで食べる料理、スラッピー、ジョーとは、怠け者のジョーの意味といった答弁がなされている。ハインツ日本のサイトで公開されているレシピでは、食べる際に具がこぼれ落ちることから、 だらしないの意味のスロッピーの名前が付けられたとされている。20世紀初頭にアメリカで発刊された料理の本にはスラッピー、ジョーと同様の料理が以下のような名前で掲載されている。ハインツ本社の消費者テストキッチンディレクターのマリリン・ブラウンは1930年にアイオワ州スーシティでジョーという名前の料理人がルースミートサンドウィッチという名前で作った料理が スラッピー・ジョーの発祥であるとしている。スラッピー・ジョーの名称が広まったのは1940年代と考えられており、1944年のオハイオ州、古食トンシ古食トンの地元新聞、古食トントリビューンには、スラッピー・ジョーを10セントで販売しているハンバーガーショップについての言及がある。1960年代になると、粉グラフーズからマウンウィッチブランドで、 フライパンで炒めたひき肉に絡めるスラッピー、ジョーのもととも呼べる缶詰なども販売されるようになった。2020年、アメリカ合衆国大統領選挙において、共和党の現職ドナルド・トランプ大統領は、民主党の大統領候補であるジョー・バイデンを、上記の料理をもじって、スリーピージョーと揶揄した。ありがとうございます。